available。はい、おはんでございます。今日はもう、冒頭の音楽なしでいきなりゲーム始めます。昨日の続きでございますんで、すいません。フロア16階、レベル17ですね。装備はこんな感じ。武器系、弾薬系が乏しいですね。じゃあ、取り込み変えましょう。さてと、リフターバッグが作れたのが、これが大きいですね。まあ上から見ましょうか。リロードは終わってますね。あ、まずい。CPU のクロック開けてない。OK。いきなり武器部屋ですか。怖いなぁ。ちょっと、右から見ましょう。あ、気づかない。よし。そろそろナイフの代わりが欲しいな。久しぶりのフラグ。ありがとう。間違いなくロボットいるな。お、いいね。わからないな、どこだろう。視界、この辺かな。ん？今の動きは何だ。ホップナイトさんでした。これ偽物ですね。ホップナイトさんなんで、レーザーカービン使いましょう。これヘ、この音はヘビー、いや16階でヘビーはいないか、ミディアムか。あ、すいません、ヘビーでした。23発、こいつ優先だな。 DK フィストありがとう。これだったらサイバースクランブラー投げちゃっていいな。ファイヤーインザホール。まあまあいいか。ちょっと予定とは違うところに行っちゃったけど。ナイス。オッケー。ほぼないという声不明。レーザーカービンで倒したくないけど。いたー。はい、ありがとう。はい、二発目ありがとう。まあ逃げるか。あ、いた。今晩ち。あ、おまでございます。順調ですね。ね、なかなか順調ですね。ちょっと弾薬が乏しいのが少々厳しいですが。ね、せっかくライフルラウンダーのにライフルがないというこの現状はもったいないですね。ピストルの弾も少ないし、フレシェットラウンダーも少ないし。ちょっと前までの食料不足で餓死がありましたけど、今は弾薬不足で戦闘できずに死亡がありそうですね。うわぁ、ヒーレット。あれはホップナイトか。先ほどまで、マタさんのプレイ見ていたんで、今日はちょっと配信しないつもりでいたんですけど、やりたくなってしまったんで、ちょっと今日は短めですけど、ちょっとやってみようかなーって感じですね。いいですね。やっぱり人のプレイは見てて楽しいですね。非常によろしい。どうやって倒そうかな。レーザーカービン、いや、もっと近づいてくれれば。ホップナイト優先で倒すか。ホップナイト優先ならばもっと離れて、レーザーカービンで OK。で、問題は、ヘビーセキュリティボットなんで、あいつは、マグピストルしかないかな。多分、外から出てきちゃうんで。あ、来ましたね。
ロードしてない？いかんな、本格的に弾薬不足だな。お、言ってるところにフレセットラウンド55発、これはありがたい。フレセットマグライフル出てきてくれてもいいんですけど、ピストルラウンドいいな。ピストルラウンドフレセットラウンド5発。あ、これ表示おかしくないですか。あ、ライフルラウンド52、フレセットラウンド5発か。ありがとう。あ、よし、使った分のサイバースクランブラー補充できる。これだけか。まあ使って経験値稼ごうか。エナジーバックバック作っちゃってもいいな。リノ、これ弾薬何発あったっけ。19発。いや、まだいいか。じゃあ進みましょうか。ちょっとこれは保険として使い切らずに残しておきましょう。君ですか。あー、ショットガンで倒したいな。近づくか。ちょっと弾薬不足が甚だしいね。 OK。もう一歩、よし。これはピストルでいいか。あー、ごめんなさい。ナイフでいけるかな。反撃くらいそうだな。ダメか。 OK。 うん、あ、プロテアン系の音するなーと思ったら言いましたね。デストロイランタムアイテム、この部屋に閉じ込みましょうか。アリさんがいる。アリさん扉開けちゃうんで、できれば倒しておきたいけど。来なさい。よし。もう一歩右。上、右。よし、これでいける。できるだけ余裕を持って、場所的には普通に行けましたけど、敵がいた場合ブロックされちゃって後ろから追撃されちゃう可能性なんで、できるだけ余裕を持ってここの部屋を閉じ込めたかった。あー、フォーディコビア壊れてるな。ほう、この部屋は行く必要あるか。とりあえずこのストレージスト、バック、なんでしたっけ、ウェポンストアじゃないや。あー、あれ、あ、しまった、タンス見せた。お、やった、13発、ありがとう。あー、これ怪しい。あ、偽物だ、畜生が。ありがとう。うん、どうしようかな。この下の部屋見て上から回っていこうか。この辺ゴールですね。あ、はい、すいませんでした。こんばんは。あ、おまんでございます。ハングルのセール終わったと思ったら終わってなかった。ほうほうほう。この際、買いそびれたソニックでも買っておこうかな。ソニック、おまこにですからね。あれはあれでいいですね。通称変形ソニックって呼ばれてるあれでしたっけ。
本当、日本で買えないのがあれがあかんですよね。あと、買えないといえば、今、パックマン30周年記念、25周年だから30周年記念セールやってますよね。Steam だと、セールやってるよっていうページだけ見れて、買うことができないっていうね。あれは舐めてますよね。ハンブルの方は、確か、今まで毎日更新していたやつを最後に、いっぺんにもう一回やってるって類のやつみたいなんで、私は、まあ一通り見ちゃったから、まあいいかなーって感じでしたね。あえてあの中からおすすめを選べというならば FTL と、あとなんだろう。まあ FTL ぐらいかな。なんかピットもあった気がするけど。でもピットは今グルーピーで買えるから、必要ないですからね。248に私が貼ったリンクから、このゲーム、1ドルから買えますからね。必要なしってことを考えると。うーわ、やっちゃった。この位置最悪だな、どうしようか。さよなら。あー、気づかれてるな。モンツァって何でしょうかね。モンツァって何でしょうかね。申し訳ない。何のことかよくわからない。何か私が忘れているだけの可能性もありますけど。あ、痛い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 。痛い痛い痛い。あいつまずいな。こいつ先に倒しちゃおう。なんでもないです。誤爆弾で爆発させるなり抹消してください。了解です。何かしらの用語だなって分かったんですけど、今まで初めて聞いた単語だと思ったんで、すいません。了解です。で、こっちにいる。こいつはマグピストルでやんないと思います。OK。なんでこんなに外に出てんだろう。警報鳴らしたんだっけ。またお前か。ま、こっち来ないならいいや。この部屋打開する意味あるかな。ブービートラップしかないね。まあ、やるだけやってみよっか。あ、ごめんごめん。これ無理だ。ごめんなさい。すいませんでした。上から行けば打開できないこともないけど、一応中身見てみよっか。お前かよ。痛い痛い痛い。お、ありがとう。19発。100発あるから使っちゃっていい。あれあれ、タンスミスだ。あ、痛い痛い痛い。うーわー、緑の人がいる。やるか。毒だけは勘弁。OK。 あ、ウーナシキュンカンバー、ありがとう。毒消しですね。まあ、セラーもいらないか。まあ、この部屋はやめとこう。お、毒ガストラップ。これは使えますね。あえて言うなら回収しちゃってもいいけど。ブーミートラップ、起動させとくか。ホブナイトが来たら、この部屋で毒プラス、あれ、ああ、クマちゃんいるな。まあ、少なくとも毒だけは使えるから、ホブナイトで、ホブナイトは毒で削り殺しましょう。まあ、上からかな。
あ、いた。よし。お肉くださーい。お、2匹。これは美味しいけど、弾は持たない。リローディン。あ、いたいたい。あ、ぐらい、間違った。グラップされてるのに下押しちゃった。まずい、まずい、まずい。死んじゃう、死んじゃう。絆創膏なかったっけ？絆創膏あるね。グラップは解除された。あー、肉ないか。お、肉3つ。またこの、ローストビースト作れますね。ローストビーストって220か。クックドミートが50だから、3つ分で作れるから、これ、相当効率いいですね。肉3つ分で、こっちだと150だけど、こっち作ると220。なるほどね。あ、ありがとう、オートミックス。あれ、黄色モッドってなんだっけ。黄色モッドはレデュースアキラシ、いらん。ちょっと足踏みにします。ちなみに現在出ていないトラップはブラインドテレポートリチャージで、テレポートとリチャージは黄色と赤どっちかなんで、ブラインドが来れば、確定でわかりますね。具体的に何色かは確認してないけどまあとりあえずランダムアイテムデストレイは出てるんで、装備外す必要はないよと。なもんでテレポート食らったとしても問題ない。ブラインドはちょっと痛いけどね。何かないかな。この手持ち無沙汰はどうしましょうか。取り込み書いてないからブラウザーとしても何も表示されませんけどね。もうちょ前回まで行かなくてもいいかな。ああ、まあせっかくだしやっとくか。 OK ね。お、ドクターいる。この部屋他から、下から行けそうだな。下から行こう。今、ヘルメット、全身鎧装備してるんで、まあこの鎧の効果ですけど、毒ガス、スタンガス、ガス系一切無効なんで、あのドクターが投げてくる KO グレネード、何も怖くありません。リチャージステーションか。違う、リチャージングハブか。待てよ、カビパンなかった。あ、カビパン使っちゃえばよかったな。アグレッシブアンチバイオティクスは作らないでしょうから使っちゃおう。下から行けないんだ。じゃあ上からゴリ押すか。あ、オーグメンテーションベイある。これやばいな使いたくなってくるな。あー、一旦待って、こいつ近づかせて、でショットガンで吹き飛ばすか。じゃあ一旦目はピストルで OK。 はい、ありがとう。はい、ありがとう。
あ、いや、それはまずい。ラットブラスターやめて。やばいやばいやばい。オッケー。ダンパーパッチ出してくれたから使っちゃおっか、自分の。オッケー。ラジエーションを受けると、ステータスに対するマイナス修正がどでかいんで、あれは食らいたくない。ラジエーションはこの値なんで、経過で治るんですけど、その経過の、食らってる最中ずっと、ステータスが減り続けるっていうどこでもないやつなんで、できる限り食らいたくない。まあ、あ、マリンみたいに体力が有り余ってるなら別にいいんですけど、他のキャラだと死にかねませんからね。シロモットってなんだ？シロモットは未鑑定。詰め込む対象がないから、持ってけないな。どうしよっか。ああ、これ捨てて持ってくか。45%、 いやーやらない80% だったらやってもいいけど、最悪あれどうしようもない障害くらいことがあるんで、やめておきましょう。ちょっと待った、なんで入れんだよ。いやーやってもいいけど弾がないな。お、あー君か、があるな。いや違う、これはショットガンでやんないと弾がもったいない。何直しましょうかね。ターゲッティング、いや、オートピストルと鎧かな。うん、ああ、いっぱい作れる。ああ、いいね、ソートビーチで作れる。だったら優先すべきは数が多いやつ。オムレツは1個しか作れないな。ローストビーストから作っていくか。 77%、 前より 2% ぐらい上がりましたね。よし、えらい。多分ここぐらいが限界でしょうから、ちょっと自重していきましょうか。オムレツとフォンデュどっちが回復量大きいんだろう。フォンデュだろうな。あ、これで終わりか。フォンデュは150、チーズが40だから、ああ結構いいね。これもまあ食べちゃおう。オッケー。ああソードウィッチ作りたかった。まあ作っても即食べるっていうことになるでしょうけどね。よし、まあこれどっちかですね。うわぁ、嫌な部屋だな。セキュリティステーションかなんかが。はぁ、エレクトロニックツールキットは1回使ったんだっけ。新品持ってく。うわ、ドローンもいる。うわ、いや、すごい嫌な部屋だな。サイバースクランプラーぶん投げてもいいかもしんない。あえて警報、うわ、警報鳴らして、外に出てきてもらうっていう選択肢。これはちょっと、待ちましょうか。ダメだ、気づいてない。一発撃つか。はい、ありがとう。
はい、おいで。君がいるのかよ。あとモーションセンサーも最悪捨てましょう。あると便利ですけどね。痛い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 。あ、痛い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 。ヘルメット X いらないでしょ。ミディアムセキュリティボットマーク2がいる。引いてここで迎えを通る。うわ、いって、やめて、死んじゃう死んじゃう。いって、オッケー。今のはレーザーカービン使ってもよかったかな。これ左側から行かないとまずい。ああ、アダプトイトだ。セキュリティステーションっていいコンテ、いいものが入ってるコンテナ結構あるんで、これもあってもおかしくはないんですけど。あ、本物だ。ケミカルニュートライザー2つ。まあいいね。ほう、あーガッツ、いやこれショットガンだな。すみません、やめてください。OK。 ちー、やめて。2発撃っちゃった、バカ。ターゲッティングピストル使うつもりが。エナジーバックバック、いいね。レーザーカービン使えますね。こっちかな。ゴールは左下から見ていこっか。そうな、どっからの。クマちゃんいるな。アダプトイドか、違う。トイトさんがいらっしゃいますね。やばいな、これ青い人出てきちゃうかもしれないな。Not my best day. うわ、二部屋にトキソイトさんが。これは無理だ。まあ、こっち見てこうかな。うわ、いた。どこがいた、どこがいた、どこがいた。こことここじゃないね。だったらいいや。あ、そっちか。お肉落としてくれてもいいんですよ。あ、ここがいた。バッカ野郎、誰が開けた。あー、ドキソイドどうやって倒そっか。早めに発見できればレーザーカービンとショットガンで対応できるかな。ライフ的には大丈夫か。うわ、ごめんなさい。ここなら大丈夫か。一歩左行ってショットガンだな。あー、そこは良くない。グラップされていないね。あー、破壊された、畜生。あ、こんにちは。だったら閉めて3発じゃ無理だな。で、小さくなったんで、もう一発撃てば倒しきれてない。OK。
一発じゃ無理だな。ちょっと離れて、無理やりリロードして、ここに撃てば、こことここに当たるかな。うわっ、そっちに行くんだ。トキソイドは解き放たれてる気がするんだけど、レベルアップはちょっと待ちましょうかね。お、いいね。空飛んでるやつがいるな。何の音だ。ドローンか。またいた。ショットガンでこの部屋閉じ込めるのは無理だから、ショットガンでやるしかないな。OK。いいね。これは怪しいね。アホモンだったわ。あ、フレセットラウンド、グレネードも来た。バッチ使うな、もったいないな。硬いパン食べちゃおっか。あー、ファットストリップ食べよう。甘い。とりあえずレーザーカービンを撃ちまくれるから倒しちゃいましょう。外す。コンフューズやめて。コンフューズした。ここの上見た後かな、リロードは。あと13発あるんで、空いてるし。ホップライトに気づかれたかな。なんだこれ、全部空いてるじゃないか。あ、また来た。あれ、逃した。プロテアン過去スモールってあんな強かったっけ。クマちゃんどっかにいるな。いた。これはレーザーカービンでやっちゃおう。あ、お肉ありがとう。持てない。まあ、パン食べようか。どうしようかな。もっと捨てる。ケーシングフラグメンっつって、ああ、簡単なスキャンヘルメットか。あー、まあ、モーションセンサー捨てるか。
ほほう。贅沢な使い方。ありがとう、クマちゃん。お肉ください。ありがとう。あ、ロジスティックサーキッツはいらなかったな。2発か。だったら、この右側のセキュリティステーション。無理だな。2発じゃノイマン先生倒せませんよね。いや、むしろノイマン先生は倒せるな。いやいや、ライフ、いや、いや、いけるな。今だったら無理くりいけるな。ノイマン先生一旦石コードなんで、最初に、ファーストなんちゃらボット、あ、飛んでるやつ、マーク2が目の前に来るから、あいつを先に倒して、で、ノイマン先生はアイテム全部捨てた上で戦って、で、マグピストルで頑張る。ノイマン先生何がするかっていうと、インベントリ内のアイテムをランダムで1スタック破壊するっていう特殊な、とても素敵な攻撃してくるんで、どうしよっかな。ノイマン先生やる奥にアーマーロッカーあったな。サーサイバースクランブラーだ。ああ、それも手ですね。それも手だけど、自分を私を攻撃されないっていう保証がないんですよね。裸で行くか。全部アイテム捨てた上でサイバースクランブラーぶん投げて、で閉じ込めて出てきたところをマグピストルかな。今のライフで耐えられるかな。140あればノイマン先生の攻撃1回、2回は耐えられるか。バニラだとフォンノイマンの即死攻撃ないのか。あ、即死はないですね。即死はないですけど、アイテムスタック破壊はありますね。あれが極悪すぎる。で、ノイマン先生使ってる攻撃がライフル長射程攻撃なんで、近接しちゃうと、かなり命中率下がるんで、実質当たらないぐらいって言っていいぐらい下がるから、近接攻撃、近接戦闘基本ですけど、奥にいるあのボットが邪魔だな。サイバースクランブラーでいけるかな。他にいないよね。これどうせ中にモッドしか入ってないんでしょ。サイバースクランブラー投げるか。ちょっと待って、ノイマン先生ってライフいくらだったっけ。 EMP グレネードでもいいな。フォンノイマン P。 違うな、スペルが分からん。あ、V か。あ、サイバースクランブラーじゃなくて EMP グレネードなら一発でいけるかな。これ EMP グレネードで安全にやろっか。EMP グレネードは KNSN。 ただいま琵琶湖県王男性地巡礼旅から帰ってきました。スタンドラリー開始から1ヶ月以上過ぎてたんですが、ほうほうほう、まだ限定チケットが半分以上残ってるようです。ほうほうほう、大丈夫なのかのすすめ。あ、監視業もお疲れ様です。恋よベネット戦法、琵琶湖県王団巡礼の旅っていうのは山のすすめの関連イベントなんでしょうかね。また限定チケットが半分以上って。山のすすめ、あの放送中だったらいいんでしょうけどね、時期がずれちゃうとなかなか。それほどあのアニメ評判は良かったけど、大きく盛り上がってるわけじゃなかったから、なかなか厳しそうですね。もうちょっと展開すればいいのにね。あの15分アニメになってましたけど、もっと
その期間外でも放送してみたり、5分アニメにして戻して細かいネタやってみたりとか、そういうことを続ければよかったのかもしれませんね。そうか、いいなぁ。さすがに私は琵琶湖とかあっち方面遠すぎてどうしようもないんで行きようがないですけどねえ。あ、その代わり今私の Google が私のところを認識しているのが、電気。なぜか私の住んでるところが福井市とか言われてますね。なんで IP アドレス認識間違ってますよ。まあそれはどうでもいいですか。なるほど、いいですね。スタンプラリー開始ってのはちょっと行ってみたいけど、せいぜいそういった聖地巡礼で行けるとしたら、私が住んでるところ、あの未確認で進行形ってアニメありましたよね。あの舞台となったのが郡山なんで、あそこの登場したところには何回か行ってみましたけど、まあすぐそこですけどね。確認しましたぐらいですか。あと行けるとしたら仙台と、あと大洗ですかね。大洗はちょっと遠いか。なもんでどっちにしろなかなか厳しいですね。さすがに未確認って言われてもねえって感じだし、まあまあいいでしょう。うん、まあ EMP でやりましょう。失敗したらどうしよう。失敗先に備えて一応即アイテム捨てられるようにしとこう。あ、そんな感じでお疲れ様です。こういうベネット戦法、武器なんか捨ててかかってこいよベネットですか。いいですね。吹き替えバージョン見たいですね。あのシーンは、ちなみに前回のイベントは放送中だったにもかかわらず、ほうほうほう、かなり雲行きが怪しかったようです。ほうほうほう。まあスポンサーの某鉄道会社が頑張ってくれてるんで、うん、予算的にはペイできてるんでしょ、うん、そう信じたい。2回目があったってことはおそらくプラスにはならなかったにしてもマイナスにはならなかったってことなんでしょうね。ある程度周辺からお金が出て最終的にトントンぐらいになってるぐらいのイベントならば、あの地域振興っていう名目上でね、それで地域に対するお、何ですか、ある程度の貢献みたいなのができれば協賛してる会社にとってもプラスだから悪くはないって感じでね、それで2回目とか来たんでしょうかね。取り込み、あーすいません、こうですね。ダメだ、途中でやっちゃうとわからなくなっちゃう。取り込み合いなんですけど、これこの画面とこの画面出しちゃうと意外と OBS のプレビューで気づかないんですよね。すいませんねえ。山の滑り面白いのになぁ。10万ドルポンとくれてやったぜ。ほうほうほう。あ、あのベネットの中の人のインタビューでしたっけ。あの映画制作会社が俺に10万ドルポンとくれてやがってくれたからって、放課後サイコロクラブ一巻インタビューぐらい余裕で受けてるぜって。だったので読んだのですが、舞台京都だったのですね。見たことある光景が多くて、あと京都弁文字に起こすと違和感がががが。ほうほうほう。しかしあのあたりボードゲームプレイできるところないよなぁと別の楽しみが出してました。そういうことですか。あの放課後サイコロクラブ Kindle で、 Kindle とか他のところでも一巻が無料で読めてましたね。私も Twitter でちょこっとだけ書きましたけど、あーなるほど、あれ舞台京都だったんですね。私全然気にもしていなかった。あのスゴロク屋が東京にあるっぽかったんで、東京なのかなと思ってましたけど、確かにあの京都弁喋ってる方いましたね。そういうことだったんだ。いかに読んでいないか分かりますね私。一回読んでそのままね、本の山の中に埋もれていくタイプですからね。はあ、見たことある光景多くて、あと京都弁文字に起こすと違和感が。そういう感じなのか。やっぱりあの
ね、旗から見るとよくわかんないようなそういった方言的なものとかあれでしょうかね、そういったものが、あと周辺のものとか旗から見るとわからないけど地元というかよく知ってる方が見るとやっぱ違うってわかるっていうあれですねなるほどなるほど、あの辺りボードゲームプレイできるところないよなと別の楽しみ方なるほど、結構 あっちだとあるかなと一瞬思ったんですけどそんなことはないんですね。最近結構ボードゲーム系がなんか微妙に盛り上がってるような話を聞くんでどんな感じだろうと思ってましたけど、なるほど。日本橋にはゲームスペースあったりするんだが、うんうん、京都はどうなんだろう、探せばあるのかね、うんうん、なるほど、どうなんでしょうね、私その辺は詳しくありませんけど、日本橋のゲームスペースっていうとあのスタードクシンジャーチャンネルでフォルエさんがたまになんか言ってましたね、そのことかな、ちょっと前に中継してましたよね、ゲームの大会かなんかの合間にやっていたボードゲームあれ面白かったですね、なかなか私はあの何ですかボードゲーム配信は気に入って見てましたほう、なるほど、あちなみに放課後サイコログラブはちょっと前に2週間ぐらい前かな、今月の頭ぐらいに5巻が発売しましたんで興味ある方は探してみてください私は発売の翌日に通販で買ったやつが届いたんで読んでそのままほっぽらかしです。5巻目はどっちかっていうとボードゲームというよりサイドエピソード的なものが多かったのでボードゲームを期待しているとちょっと肩透かしを食らうかもしれないけどなかなか相変わらず面白かったですね。1巻2巻3巻ぐらいまでが全体的に有名どころのボードゲームですかやってる感じなんでそのあたりまで読んでそれ以降購入じゃないや購入、買い続けるかどうか考えてもいいだろうし少なくとも3巻ぐらいまでは買っちゃっても後悔することはないと思われますね。あとズゴロク屋の巻末についてる広告部分とかね、あの店長の人のあれにこんな怖い店員さんはいませんとかね注意が控えてあったりとか面白いですけどね、ね、買った方は確認してみてください。放課後サイコログラブ載ってる雑誌が雑誌なんで相当知名度低いですよね。あれ本屋行っても一冊ぐらいしか置いていないとかねそういう雑誌ですからね。いやありがとうございます。一巻私は普通の本で持ってるんで電子書籍版ね試し読みしようかと思ったんですけど他の期間限定無料の漫画が多くて手を出す余裕もなく終わって期間、無料と、読める期間終わっちゃいましたね。ちょっとあの時期は講談社とか小学館がいっぱい無料期間でばらまいていたんで厳しかったでございます。はあ、すごいね210の星1つか、いいなあ欲しいけどなあなかなかお高いですよねありがとうございます。欲しいけどね数量限定ってのがちょっとあれですけどこれはいずれ機会があった時に買いましょう。つまり放置されるってことですね。 OKOK、ちょっとこの回数を早くクリアしないと今日が終われないんで装備してファーエンドホール OK、 野山先生やった。 OK、 ありがとうございます。これでもうあいつは大丈夫。なるほど、ノイマン先生は EMP グレードで倒せばいいんだ。それほどねえ恐怖の対象として、うわスタン食らっちゃった。まあ、回復しちゃおう。ほらこのこのマイナス値スタン最悪ですね。 OK、 あー間違った、これショットガン使おう。
ありがとう。デジタルインタラプターいるか。あ、これ偽物でしょ。放課後サイコロクラブの、あの、ゲームの紹介は、昔あったボードゲーム漫画のアクアステップアップと違って、ちゃんと紹介した上で、キャラクターがちゃんときっちりプレイしながら説明してるっていう、そういう内容なんで、そこ良かったですね。アクアステップアップは、そういった点がちょっと弱かった。ストーリー主導になっちゃって、ね、ちょっと薄かったですからね。何捨てようか。パン食べるか。京都にもボードゲームとか TCG 遊べるところあるけれど、漫画だとお店に行くまでのワンカットが四条川原町っぽいんですが、ほうほう、そのあたりにはないんですよね。ほうほうほう。来られるお京都弁だと木春みたいになるんですが、和の前に小さく記号屋が入るんですよね。ので漫画の書き方だと違和感がある感じ。そういう細かいツッコミか。それはもう本当にそちらの風じゃないとわからないやつですね。おかしいなぁ。いいですね。ここら辺で賭けを失敗するのがリナックスなんだけどなぁ。どうせろくでもない死に方するっていう流れがありますからね。まだ17回だから20回超えたあたりでピットさんの洗礼食らうんじゃないかな。私はそう思ってる。だって高火力武器がないから20回超えたら戦えないですから。この装備で20回超えても敵倒せませんからね。ライフル系がないのは致命的ですね。あとフレセットライマグライフルくれば違いますけど、まあそれでも弾ないか。まあまあまあどうせすぐですね。うん。しかしあの漫画でもワンカットだけで場所が特定できるってのはすごいですね。なんか資料とか参考にしながら書いたんだろうとか、そういった感じで見てましたけど、ちゃんとモデルがあってきっちり取材してるんですね。いいですね。そういった情報ありがたいですね。そうか、やっぱりスゴロクや東京にある関係でボードゲームショップ、ゲームショップのみはオリジナルってことでよろしいでしょうかね。どうするこれ。いや待った、今考えるよりこれ開けてから考えよう。クソ、ファンタムスキャンヘルメット作成失敗しろ。ファンタムスキャンヘルメット今作れるかな。作れますね。あー、コンポジットクロスいるんだっけ。いや待った、ちょっと何が必要なんだっけ。そうか、やっぱ東北弁とかあれば、何ですか、アニメとかで東北弁喋ってるキャラクターがいると、はあ発音違うなとかイントネーション違うなと思う時ありますけど、そういった感じの違和感を感じるんでしょうかね。あー違うよ、そういった喋り方じゃないんで、もっと濁るんだよって聞きね、思いながら聞くことありますね。あの声優が喋ってる以上発音がきっちりしちゃうんで、それがすごい違和感あるんですよね。東北弁とかだと、あの口はっきりちゃんと開けなかったりして、全ての音がつながってるような変な聞き取りづらい喋り方があるんですけど、そういったことをしないからね、方言喋ってるけど違うっていうね。そういうのありますね。なんだっけ、レシピ、クアンタムスキャンヘルメット、あ、作れる作れる、いけるいける。え、いや、ケーシングフラグメンツないんだ。あ、違うな。ああ、あれがないのか。これじゃないやつ。ケーシングフラグメンツ、あ、いいのか。ってことは作れますね。オッケーオッケー。どっかになかったっけ。ああ、ここで作れるけど、ただただ田舎臭いだけで全くクローズはアップされない上に、うんうん、そういう経験が全くできない栃木弁がなんだって。栃木ってなんだろう、日光ですか。私的には日光っていうイメージしかないかな。電車で行くとでっかい駅があって止まることになるなとか、
首都圏行く時の通過点っていう、そういったイメージですね。あと赤面山でしたっけ、あれ福島かな、ちょっと記憶が曖昧ですけど。なるほど。栃木って確かに私あんまり聞きませんね。そうか、そういった経験もできないのか。まだできるだけマシなのか。あ、ちなみに郡山が舞台になったあの先ほど言った、未確認で進行形でしたっけ、 あれだと方言喋ってる方いなかったですよね。作者郡山の方なんで方言も知ってると思うんですけど、そういったところもなんか微妙に違和感ですかね。まあ実際は方言喋ってる人いませんけどね、じっちゃんばっちゃんとか。あとたまにいるぐらい。そんな方言喋ってる人今 いるんだっていう方がたまにいますけど。あの知り合いとかじゃなくてね、喋ってる方の話、喋り方聞いていてびっくりするっていうパターンありますけど、まあそういった意味合いではあれは正しいのか。むしろ文字上の違和感でしょうかね。うん、アニメとかだとほとんど関西弁だからか違和感覚えたことないんだけれど。文字上にちゃんと、そうか、きっちりと上に書かれているように細かい部分の調整を入れちゃうと正しいかもしれないけど、読みやすさっていう点が失われちゃうから、だからあえてね、現物っていうか実際の発音に忠実ではなくて、そういった表現にしちゃったんでしょうかね。そして何よりもそういった細かいことに気づくような、そういった環境にいるってのは余計関係してくるでしょうかね。なかなか難しいですね。もう普通に耳として聞いていって、さらにそれを音として表現するっていう段階にまで達してるから、余計に気になるのかな。なかなかその辺考えてみると面白そうですね。なぜそこまで考えられるのか。あれ、これどうしよっか。これだったらパテッドアーマー捨てちゃっていいな。あ、拾ってどうするよ。パテッドアーマー捨てて、で、コンバットアーマー持っていけばいいんじゃない？コンバットアーマーむちゃくちゃ強いですね。ほら。まあ、今よかマシか。ハイバーエグゾアーマー。いや、ハイバーエグゾアーマー。いや、これだと、フィレストマイト上がるけど、使いづらいな。あえて言うなら全部持っていきたいですけど。まあいっか、パテッドアーマー捨てていこう。で、この鎧は、ガス毒無効なんで、あ、ガス毒ラジエーション無効なんで、これは捨てられない。あ、本物だ。あー、チーターエグゾアーマー。いいなぁ。いっぱい出ますね。どうしよっか。コンバットアーマーよか、チーターエグゾアーマーの方がいいですね。チーターエグゾアーマーは1段3号度。行動回数プラス1ですね。迷うな。ノイマン先生が守っていただきはありますね、このアーマー軍。どうしよっかな。今だったらコンバットアーマー必要だから、ハイバーエグズアーマーと交換かな。ハイバーエグズアーマー、いやー、ハイバーエグザーマーだな。もっといっぱい入れられるけど、チーターの方がいいや。うん、アーマーも高いし悪くないね。で、これは偽物と。となるとこれ本物か。これ本物だ。エナジーセル、どうしよっかな。デジタルインタラプター、違う、デジタルアシスタント1個いらないわ。
ああ、もったいない、こんな贅沢な鎧の捨て方。ちょっとこの勢いだと次回で普通にマグライフルとか拾えるじゃないですか。いいですね。うっかりでっかい人にグラップルされろ。多分この辺にいそうな気がするんですよね。この部屋に、この部屋とこの部屋、この2つの部屋に両方とも緑色のでっかい人、気持ち悪い人がいたんで、もう扉開いてるんで、これ多分出てくる気がするんですよね。1体ならともかく2体同時は死んじゃうな。まあ一応回復があるから耐えられるけど、あいつ倒すためだけに資源無駄遣い。いやでも無理くりやってもいいな、無理くりやって簡単スキャンヘルメット作ろうか。いや上見てなければちょっとこれ使って無理くり作ろうかっていうことも考えましょうか。カンタムスキャンヘルメットあれば打開装備ですからね。そうしよう。あとはこの部屋にあるはずの何でしたっけ、名前が出てこない、エナジーバックパック。もうアーマーだけ散々拾って最後まで高い武器拾えないパターンでいいじゃない。それってこう自利品で死ねってことでしょうかね。勘弁してほしいですね。ちょっとこれ今鎧捨て装備してる鎧捨てってチーターエグザーマーにして、あ違う、ハイバーエグザーマーにして、で緑色のでっかい人と戦って削られましょう。わお、プラス10でかいな。これでもう相当病気になりにくいもんな。この部屋とこの部屋も見てないから、そっち見ていこっか。あ、モーションセンサーがある。使っちゃおう。違う。ああ動いてないな。多分これトキソイドでしょ。で これがトキソイドってことはいけますね。これここ速攻塞いで、こいつだけ倒せば OK。 よしよしよし。ここにいるんだけど、アダプトイドだ。 ありがとう。いいね、モーションセンサーでチェック済みなんで判別しやすくていいですね。ライフル上げたいなぁ、けど持ってないスキル上げても仕方ないからやめよう。はい、何もない。うわ、痛い。弾落としてくださいよ。なんか動いてる音がする。あ、この部屋に閉じ込めたやつだ。あーまあちょうどいいからリロードしちゃおう。いやーリロードもったいないから倒すか。いや閉じ込めてないな、こいつ閉じ込めた記憶はない。
ソイドとホップナイトがいました。あーここにいるんだよな。できれば離れて戦いたいんだけど、すいません。あー来た、よし、レーザーライフル、レーザーカービンか。ちょっと待っていただけませんか。なんでここ開くの。ホップナイトさんが出てきたのか。だったらショットガン装備して、OK ナイスで、ホップナイトも出てきちゃったんで、これを速攻リロードして、あ、こんなすなよ、よし、レーザーライ、レーザーカービンリロードして、で、あ、ごめん、こっちから来てた。あー、閉じ込めてこっちから戦おう。よし、こなすなよ。戦闘の音に気がついてこっちに来られたら嫌だけど、ここのトキソイドはまあこっちを視認しなければ大丈夫だね。よーし、簡単無視感ヘルメット作れるかな。あれ、簡単無視感ヘルメット材料足りてない。すいません、あの拾ってきてなかった。バカバカ。クアンタムキャパシターがないね。クアンタムキャパシターの置いてきましたね、ここに。バカだ。申し訳ございませんでした。パッと見でよく気がつきますね、すごいですね。私一瞬で記憶から抜けてますからね。やべ、もう来るなって字なんだよ。だが断る。よーし、 99% ファンブルしない限りは作れる。 99% 3回連続失敗とかやったことあるんで、よーし来た、よーしよ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 し、ありがとうございます。オッケー、あー楽しい楽しい、あー最高。さーてどうしよっかな。武器もっと捨てよっかな。いや、オプティクスは持っていかないとダメだな。お腹減ってるからこのキャンディーエッグ食べちゃおう。これで武器系が揃えば打開は見えますね。いやー楽でいいわ。さっきデジタルアシスタント使っちゃったんで新品持ってこっか。どれ、デジタルアシスタント、これか。今のハイバーエグズアーマー、これを捨ててパテッドアーマー持っていきましょう。うん、この部屋行く必要ないな。いいね、本当中身がもう丸見え、最高。うわ、ちょっと待った、ちょっと待った、ここ良くない、ここ良くない、ここ良くないな。サイバーブレイン持てない。どうしよっかな。ケミカルニュートライザー、こ
これあるなら毒消しいらないか。まずいな。こいつ外に出てくんだよな。あとなんかドローンの声がするな。ノイマン先生じゃないよね。ドローンですね。あれ階段どこだ。この奥かな。こうギリギリこっちまで引き寄せて、ドローン倒して、で次の階層行きましょう。あったあった。いやまた扉開けないと、扉開けたまますると下から多分フラグが飛んでくるんで、まずはドローンを倒す。ちょっと一旦車線がわからないから、グレネードを使いますね。あ、負けた。一旦無駄にした。来るなよ来るなよ来るなよ。よし、さよなら。お、ここは大丈夫だ。あ、リロードしてなかった。鍵取ってもいいけど、くっか。まあピストルでやるか。ああそうだよ、リロードしてないんだよ。今更フードペレット。もう18回出し開き上の経験は大いらなくない。それもそうですね。どちらかといえば敵に追われて扉を開ける時間の方がもったいないから取っちゃった方がいいですね。地味に経験値もらえるのが嬉しくてずっと自力で上げてますけど、取っちゃいましょうか。オッケーオッケー。あ、またローストビースト作れますね。 79% そろそろ失敗しそう。ポイント、あーやっぱりスタックは最大5だ。ちょっともったいなかったけど、ソードウィッチだね。パンが1個だけで邪魔だから優先して作ろう。おお、バカバカ、何打ってんだよ。でオムレツ作って、お、まだいける。でクックドミートを追加で作ればインベントリが相当空きますよと。よしよし、やったー。結構いい感じに進んでますね。レベルアップしちゃうか。ピックアップ系上げて、ピストルも87だけど、もういらないかな。
ピストルにポインターもやめよう。メディカル、まあいいか。うん、まあポイントはちょっと残しておきましょうか。スクリーンショット撮って、はい。今日の収穫は、カンタム式ヘルメットが作れました。チーターエグゾアーマーとパテットアーマー。こちらが手に入りましたよと。あ、あとこのコンバットアーマーですね。あと鎧装備してなかった。バカ。パテットアーマーだな。いや、ハイバー、あーまあ、今更上に戻るはないからいいか。まあ、バッテッドは、まあ、爆発に対するダメージあるから、ダメージじゃないや、軽減効果あるっぽいんで、まあ、地雷とか、設備修理中の爆発とかで、まあ、多少の軽減はあるでしょうと。では、終わりましょう。疲れた。結構いい時間、わ、ダメだ、もう、さっさと終わろう。いうことで、ちょっと上の方に私の、ガレスでも書きましたけど、何番だ？248番に書きましたけど、このゲームを最低1ドル以上で買える、最低1ドルで買える、バンドルがまだ開催中ですので、興味ある方はどうぞ、ゴールドエディションと1個目の DL、ゴールドエディションと、DLC1 個、ピリグリムがセットですね。ジャガーノーズと、ネクロマンサーはついてないんですけど、まあそれは Steam のセールの時にでも買えば安く買えますんで、全部セットじゃないよっていうことを考える必要性はないと思います。興味ある方はぜひともお買い上げいただき、この地獄のゲームお楽しみくださいませ。では終了いたします。ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。また次回もピッと18回、19回、そこからですね。武器系が怪しいな。ちょっと高火力武器がないと積む可能性が高くなってまいりました。ガシはしばらくは大丈夫。カンタムスキャンヘルメットが出たおかげで、相当死ににくくはなったんですけど、やっぱドロップに関しては運ですからね。なかなか厳しいですね。うん、ちょっと次回あたりが山場かもしれません。では。皆様、また次回ありましたならば適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。